こんばんは、もちきさとことウルフィーです。今日も一日お疲れ様でした。週の頭、今週も自分のペースでぼちぼちいきましょう。メテレアナウンサー佐藤雄二です。私が毎日欠かさないのは新聞のコラムを読むことです。いわゆる一般紙の一面の一番下にありますコラム、天星人号などですね。季節の話題、あるいは時事を絡めたもの、偉人を紹介するもの、様々ありますが、美しい言葉の選択、軽やかなリズム、そして素晴らしいまとめ方、コラムを読む時間は日頃のストレスですとか、ちょっと嫌なことなどを忘れられて心が穏やかになる時間です。まあ、いつかはこんな言葉を紡げるようなアナウンサーになるんだろうな、あるいはなりたいなと思い続けてきましたが、なかなかなれません。今日もコラムを読もうと思います。確かに新聞からは時事だけでなく文章のまとめ方や美しい言葉も学べますよね。今日も地元にメロメロ。